はい、皆様、勉強進んでおりますでしょうか？今回はですね、効率の良い学習方法ということで見ていきたいなと思います。皆さん、試験直前になってきましたね。どうでしょうかね。こう、ちょっとやっぱ頭の整理いろいろしていかなくちゃいけないんですけど、ある程度こう勉強で進んでくると、あれなんだったっけなとか、あれこれってこっちとこっちどうなってたかなとかっていうのをまとめて覚えた方が効率いいことたくさんありますので、なので今回はですね、そんな、どういうふうにまとめて覚えたらいいのかなっていうところのちょっとヒントを、いろいろ見ていこうかなと思います。はい。それでは、まずは、例えば第2章。皆さん苦手な方も多くいらっしゃいますよね。どうですかね。そんなところでは、酸性中性アルカリ性とかっていうところで聞いてくるとかあるじゃないですか。そうそうそう。なので例えば、この口腔内って何性に保たれてるんでしたっけ？いけます？これすぐ書いちゃったらね、皆さんね、出てこないんで、あ、なんだっけな、なんだっけな、そうなんです。これ中性に保たれておりましたよね。口腔内は中性でしたね。そう、それで、ね、胃酸はどうでしたっけ？そうですよね。酸ってなってるので、そうですね。ここに関しては、強酸性でしたね。いやー、もうバッチリですね。それから、水液はどうでしたっけ？何性でしたっけ？いけます？そうなんですよね。弱アルカリ性でしたね。それから、尿は、どうでしたっけ？いけますか？そうですよね。尿は弱酸性でしたよね。そして食事の影響で中性から弱アルカリ性に変わりますよとかっていうのがあったと思いますので、このあたり、何性なのかとかっていうのをですね、まとめて覚えていただくと、ここも効率いいんじゃないかなと思います。いいですか？それから、例えば第3章ですね。これも生薬いっぱい出てくるじゃないですか。で、ちょっと、ランキングしてみました。どうですか？やっぱりよく出るものから効率的に覚えたいじゃないですか。そうなんですよ。なので、第1位なんだと思います？皆さん。ダラララ、じゃじゃん！いけますかね？これよく出てくるなーとかっていうところで、いけます？いや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 というところで、そうなんです。そうです。いきますよ。センソなんですよ。そう。センソって何でしたっけ？動物性生薬でしたよね。何の動物でしたっけ？そう！カエルでしたよね。そうなんですよ。で、カエルのね、これ、耳栓のところを使っていくんですよね。そうなんですよね。それをこうね、固めたものですよね。で、そのセンソに関しては、何ミリグラムってのあったじゃないですか。何ミリグラム以下になるように設定されてるよ。以上になると、これ、劇薬に設定されちゃうかなとかってありましたね。そう、5ミリグラムあったと思いますので、そのあたりぜひぜひもう一回思い出していただきたいと思います。それから第2位のところです。いやー、これも皆さんね、何ですか？いけます？だー、第2位は、そう、肝臓なんですよ。肝臓。ね。ここ、甘味料としても使われてるやつでしたよね。そうなんですよ。で、肝臓に関しては、漢方薬。そう、漢方薬のところには、約7割方入ってるんですね。そう、7割方入ってくるから、その残りの3割方のところで、覚えていけばいいよかったですよね。そう、だから、例えば入ってないものとしてはですね、半夏厚朴湯とか入ってなかったですよね。そうそうそう。なので、そういったところをですね、覚えていただきたいなと思いますので、そんな、肝臓よく出てきますからね。そして、第3位。本当は逆からいけばよかったですね。でも第3位ちょっと見ていきますよ。第3位は、じゃじゃん。何でしょうか。いけます？これも動物性生薬ですよ。そうなんです。ゴーです。ゴーは、これそう、牛ですよね。そう、牛ですね。なので牛の胆汁のところの中、胆石ですよね。そうなので、そんな結石のところを使っていくものでしたので、このあたりもですね、ああ、なんだったかな、思い出していただきたいと思います。はい、ということで、そんな生薬他にもですね、まだまだね、5位、4位、5位とかね、いっぱいありますのでね、皆さん、こんなところまずね、優先的に覚えていただきたいと思います。それからあとは第3章の成分です。成分の中でよく出てくるのは何だと思います？そうなんですよ。これは、解熱薬。解熱鎮痛薬。ちょっと、解熱薬でまとめさせてもらいますよ。よく出てくるんですよ。解熱薬。例えば15歳未満使えないもの何でしたっけ？そうですよね。アスピリンとか、サザピリンとかありましたね。そう。あとは、
イブプロフェンとか15歳未満、そうですよね。なので、そういったところで解熱薬たくさん出てくると思いますので、そのあたりちゃんと分類分けできてるかどうかっていうところ、優先的にやっぱり出るものから優先的に、皆さん覚えていただきたいと思います。そう。だから解熱薬がね、第3章の中での成分ではよく出てきますから、皆さん、ここはしっかりと覚えていただきたいと思います。というような形で、このようにですね、どういうところから優先的に覚えていくか、あとはまとめて覚えていくかっていうのが学習にとってはすごく大事なので、そういったところをですね、皆さんやっちゃいました今年も直前なので、ちょっと石川のオリジナルセミナーやらせていただきます。で、こういったところの分野をですねもっと深掘りいろいろして、皆さん効率よく覚えていただくための方法をいろいろ設定していきますので、皆さん、詳しくはですね下の概要欄のところに URL 置いておりますので、そこのところで、どういう、講座あるのかな、ぜひちょっと見ていただければなと思いますので、皆さんお待ちしておりますので、今年も受験頑張っていきましょう。